はい、病人です。病人っぽくないっすよね、なんか。いやー、もう映画ももうそろそろスマイルポスターでーすって言ってもいいかもしれないけど、まだまだ病人です。今回の動画は次今日が3月8日水曜日、誕生日となりました。というお話をしてみたいと思います。ではではではスタート。いや、今日の朝からで、今日昼からだと思ったんですよ。流動食っていう、朝と晩に栄養剤、昼に流動食かなと思ったら、朝晩栄養剤、朝昼晩流動食だったんですよ。いや、僕今まで入院したことあるんですけど、初めての重湯だったんですよ。何回か入院しましたけど、大体オブガユぐらいから始まったのかな、僕。だからもう本当ゼロとかって初めてで、おお、これが噂の重湯ゼロじゃないですかって、まあ、こんな感じだったんですけど、まあ、確かにお粥の味がします当たり前かっていう話なんですけど、でね、僕びっくりしたのが、多分普通に味噌汁、病院だからちょっと塩分控えめに作ってると思うんですけど、それでも飲んだ瞬間バシャッパと思っちゃったんですよ。いや、だから2週間18、19、20、21、22、23、24、2週間か、ちょうど2週間だ。1週間何も食べてなかったら完璧でした。ニュートラルになりますね。だって僕は、ね、半年間脳卒中で倒れて入院してた時も、もうずっと半年間病院のご飯だったから、それも本当にニュートラルに戻ったんですけど、でふわーっと待って、大好きなラーメン食べに行こうって瞬間、しょっぱくて食えんって思ったんですよ。もう、で、7年も経てばね、普通にもパッ、またラーメン食ってますけど、いやー、今朝はちょっとビビりましたね。この味噌汁しょっぱいって思ったんですけど、多分今の状態でラーメン食べに行くと、うわ、しょっぱくて食えないってと思いますけど、またこれまた慣れるんでしょうね、また。まあ、これから徐々に0、3、5、7、全と来ると思いますので、まあ、1週間ぐらいじゃないですか、あと入院も。ということで、これから夜の商業楽しんでいきたいと思います。それではまた。バイバイ。